レイジ言ったけど、マサノリチャンネルがガチででかくリーディングした後、ボドカが写真撮ってくんな。いいね。こういう情報を俺が拡散していこう。ねえ。俺みたいな、ねえ。力持ちで、足も速くて頭も良くて顔もかっこよくて清潔感もあって、大人気の加藤純一が写真断ったことないのに、ねえ。最低だな。ムラッシュゲーミングだな。これからは。最低。ボドカはオリパに傷ありのカード入れてた。許せねえよ。最近ハンゼ、なんかハンジョーの呼び方一覧みたいなのが送られてきて、ハニョって呼ばれてるらしい。ハニョ。俺だから空前のハニョブームが訪れてる。今日から俺ハンジョーのことハニョって呼ぶわ。お前らまだハンゼウなの。おっそ。俺ハニョって呼ぶわ、今日から。ハンジョーは好きだよ、俺。あのね、俺一生懸命やる若者すごい好きなのね。あいつ一生懸命やるんだ。だから好き。ハニョ。みんなはハニョ好き？あと、身の毛を出すぐらいバカだから、ハンジョって。すごい可愛い時がある。本当に鳥肌立つぐらいバカな時があるの。終わってる時があるの、なんか。もう分かりやすく言うと、自動販売機の使い方が分かんない、みたいな。ちょっと自分と被ると、俺なんか、俺電子レンジの近い使い方とか分かんないの、ガチで。そういうちょっと自分と重なる部分もあるの。はっきり言って俺からしたらお前、緑、モコこそが真の努力者だろ。あいつらお前らの真似して地雷下げてるだけだ。だから君が、老害。いや、俺だって先人たちを見習って地雷避けてきてるわ。なんで俺が地雷踏み抜いてるみたいな。俺だってやってきたんだ。繁盛、オニア、ボドカ、吉生、ハセシンが同い年です。この中で一番嫌いな人誰ですか？繁盛。うぜえ。普通に。